はい、よろしくお願いいたします。名古屋市立大学医学研究科の道川でございます。血液一滴でアルツハイマー病早期診断が可能になるというタイトルで発表します。ご存知のように、アルツハイマー病、以下 AD と訳しますが、などの認知症疾患患者数は462万人、予備群は400万人と推計されています。2013年、現在はもっと増えていると考えられます。アミロイドという脳内にたまるアミロイドを標的にした根本治療薬、治療法は AD 発症後の効果というのは非常に限定的であるということが、ワクチンの治験により分かってまいりまして、早期診断というのは非常に大事だというふうに考えられてきています。アルツハイマーのほか、アルツハイマー病の他の認知症、あるいはペット陽性 MCI というのは、これは予備群という軽度認知障害でございますが、それが陽性だと数年以内にアルツハイマーになっていくと考えられています。で、陰性の方はそうではないと考えられているんですけれども、その鑑別、MCI の段階で治療しようという考え方で、こういうふうに記載しています。この鑑別ができることが診断薬として重要である。現在も診断方法というのがございまして、髄液検査による Aβ のレベルの変化というのが起こることが知られています。あるいはタウのリン酸化タウの増加ということが知られていまして、これはできるんですが、できるということは知られています。また、ペットですね、アミロイドペットによってアミロイド沈着検出がアルツハイマーの早期、あるいはアルツハイマーのもちろん中期以降、から MCI の段階でもできるという、これ技術的には可能になってきております。しかし問題はですね、このペットは非常に機器も高額で、試薬も高価である。施設が大体限られているということで、誰でもどこでも受けられるわけではありません。しかも検査費用も数十万円するということ。それから髄液検査は侵襲を伴いまして、現実にこの髄液検査でやるようなことは一般の病院ではもちろん行えないわけであります。大学でもそう簡単ではありません。血液マーカーの候補というのが重要になってまいりますが、これは複数の報告がありますけれども、感度や特異度、あるいは技術的な問題、単体、単一マーカーでのものっていうのはなかなか少ないございまして、複数の組み合わせるというのはございますけど、そういう問題があって実用化にはまだ至っていません。国立長寿研と島津製作所から報告があり、これは実用化を目指した研究が行われております。その他、日本でも筑波や産総研とか法医研でしたかね、からの研究者もございますが、まだ実用化には至っていない。こういうことでございます。で、我々の研究成果としてのマーカーをこれからご紹介しますが、そのこうした研究の間にですね、昨年末にアデュカヌマブという疾患修飾薬、別名で言うと根本治療薬に近いものです。これが FDA、米国の FDA に申請されたという状況になってこれがどういう意味かと言いますと、これは今出ている、失礼しました。今、予防薬ではなく、予防薬といいますか、治療、根本的に治療薬が出ているということは、もう根本的に、意味合いが異なってまいりまして、治療薬、これを試すというときには、しっかりした診断基準、あるいは診断のマーカーで、確定診断に近いものにしなければならないという、こういう意味合いが出てきたわけでございます。私たちの目指すものは、簡便、簡単で、誰でもどこでも安く、そして侵襲が少ない、そういうマーカーを開発する、これが必要性が高まっているということから提案するものであります。で、本研究、本技術と他の現在行われている技術の簡単な表でございますが、従来技術の問題点は、複数の分子の組み合わせによる、あるいは特殊な機械を利用するということでございましたが、単分子測定による本品というのは、そこに優位性があるだろうと。また本品は、血液一滴であれば診断が可能である。一滴もいらないわけですけれども、そういう簡便な点で、ペットや髄液検査等には、より優れていると考えています。
また血液を使いますから、安価で大量のサンプルの診断が可能になる。うまくすれば健康診断とかにも応用できる可能性を含んでいるということでございます。使う対象、検出対象はフロチリンというタンパクでありまして、血液中にございます。でこれを使うメリットとしては、今までは病態の本質に関わるアミロイド β を検出しよう。それからそれを髄液で見よう。これはペットで見よう、髄液で見よう。そしてそれに関連する分子の断片を血中で見よう。まあ、こういう考え方で進めてきたわけでありますけれども、我々は偶然ですね、偶然このプロチリンというのが変動するということを見つけて、そこからマーカー開発に至ってきております。で特徴でございますが、まあ、髄液等のデータは省きます。で血清におけるフロチン濃度のデータをまずお示しします。ノンエリ、非アルツハイマー、まあ、健常、認知機能健常の方、正常の方です。それからアルツハイマー病の方で、これはペットで診断、確定診断に近いものでして、アルツハイマーというのは病理診断で初めてわかるんですけども、現在ペットができたおかげで脳内に Aβ が溜まっているという病理に近い診断精度が上がった、精度として上がってきたわけでして、それによって診断した非アルツハイマー病とアルツハイマー病、まあ、これで見ると血液中のフロチン濃度は優位に落ちている。特異度、感度とも十分 90% 近いということであります。から発症前ですね、発症前の MCI の段階でも陰性とペット陽性、この両者が区別できるという、一部重なりがどうしても多くなりますが、ただ有意な差が出てきているわけでございます。またさらに病理で確定診断をつけたアルツハイマー病と血管性の認知症、これどちらも認知症をきたしますけれども、病理が違う、その2つの認知症を区別することができることを示しています。まあ、感度は82、特異度は82の感度90で、カットオフ値 0.8 でございます。あとこのフロチリンががん患者と肝患者ではどうかということを調べたものがこの右のグラフでして、エイジマッチコントロール、ちょっと数は少ないですけども平均60歳で、これは差がない。また若い方、30歳代の若い方の血液中のプロチンレベルと比べても大きな差がないということから、まあ、年齢による影響やがんによる影響を受けにくい、ほとんど受けていないのではないかというふうに考えています。想定される用途でございます。で本技術の強みを生かしてクリニック中小の、これは字が見えない、中小の病院、等でですね、採血、どこでも採血することができます。で非専門医、専門医じゃなくてもですね、脳外科でも産婦人科医でも診断できるメリットがあると、まあ、ここは大きいんじゃないかと思います。で将来的にはですね、これがかなり、性能が高いということが分かってまいりますすれば、健康診断など非常に50歳60歳になった時にスクリーニングとして受けることができるのではないか。またアルツハイマー病の治療効果のマーカーとしてですね、脳内の Aβ がアディカムマブなんかでは低下してくるわけですけれども、まあ、そういう時に病態を反映したマーカーになる可能性があって、新薬開発にも利用できるのではないかと。いちいち、ペットをやっていくよりはずっと勘弁にできるということで考えております。で課題でございまして、現在抗体開発およびエライザの開発、これを開始するところまで参りました。で本当にいい抗体を、いいモノクローナル抗体を開発して、まあ、それを使った良い製品エライザキットを開発すると、まあ、こういうことが今後課題というか当然やらなければならないものであります。また開発した診断キットの臨床し、診断性能検証ですね、これが当然必要でありまして、もっと多くの100人1000人レベルで、見ていくということが大事になってくるわけでして、それに向けての課題というのは、患者さんのサンプルをどれだけ確保できるか、これが大きな課題であります。
最初はペット検査をしたサンプルというのがどうしても必要になります。なぜならば、アルツハイマーと診断されている中には誤診、間違った診断がかなり入ってまいります。ですから、それを避けるために脳内に確かにアミロイドが溜まっていると、こういうことを確認したサンプルで検証していくということが当初必要になりますので、そこは課題になりますね。それがクリアできれば、もう臨床で普通に診断されている、それでもう何万人というサンプルが集まってまいりますが、それを検証、それによって効果判定を行って、中には当然誤診が出てくるわけですが、そういうものについてはペットで誤診であることを確認するという、そういうやり方もあるかなと思っております。で、企業への期待としましては、診断能力の高いエライザキットを開発するということ、これはもう共同でやっていくしかありません。それから診断薬として規制当局への申請と認可、こういうプロセスは当然必要でございまして、これも合わせて行っていく、これ一緒に企業様と行っていきたいと思っています。また、製品が開発された暁には販売というのは当然大事になるわけでして、販売ルートを持つ企業、世界レベルで販売ルートを持つ企業との契約を希望したいと思っております。それから、先ほど申し上げましたペット検査は1人30万とか前後かかるわけでして、それはやはり資金が必要です。で、最初は患者さんにペットをやっていただいて、その血液で検証していくという作業が必要ですから、ここはやはりお金がどうしてもかかってまいりますので、そういう資金の提供をお願いできればと考えております。本技術に関する知的財産権としては、ここに示しましたように、アルツハイマー病のバイオマーカーとして発明の名称は、そういう名称で出願しておりまして、大分大学からはペットを行った患者さんのサンプルを提供いただいているということでございます。また、赤津先生等には福島というところの病理サンプルですね、脳の脳病理解析をした、確定診断した方の血清の提供等を受けてきて、現在、ここに至っているわけでございます。問い合わせ先でございますが、本学の産学官競争イノベーションセンターの事務局学術課内まで、お願いできればと思います。私からは以上でございます。ありがとうございました。